白坂慎太郎です。今回はどうやって知識を習得するというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、大きくは3ステップなんですね。習得っていうのは本当にこう知ってるっていうことではなくて、ああそれ聞いたことあるとか、ああそれ知ってるとかではなくて、何も見なくても1時間くらいこうね、人にセミナーができるぐらいのものを今回は習得というふうに言っています。繰り返しになるんですけれども、習得っていうのは、ああそれどっかで聞いたことありますとか、誰かから聞いたことありますとかっていうぐらいのレベルではなくて、知ってるっていうレベルじゃなくて、じゃあそのテーマに関してね、あなたが1時間ね、例えば100人の人にセミナーができるっていうぐらいのものっていうのを、まあ今回は習得というふうにしたいと思います。でそれぐらいの知識っていうのをどうやって習得するかっていうことなんですが、まあ大きくは3ステップということですね。で一番最初にして一番大事なことが、まずはとにかく環境を選ぶということが一番です。でこれが3ステップの中の一番最初にして一番最大最も大事なことですね。もう極論 99.99% はこの1というふうに言っていいと思います。で2番は繰り返すっていうことですね。で3番は実際人に教えるということをやるということです。環境を選んで繰り返して、そして人に教えると、そうすると習得することができるんですね。ではその3ステップを一つずつですね、詳しく解説していきたいと思うんですが、まず最初の環境を選ぶと、実はこれが最も大事になんですよね。もう 99.99 と言ってもいいと思います。でどういうことかっていうとですね、まあ、例えば環境っていうのは場所と、ね、教えてくれる先生ですね。であとはどういう教材、っていうのも今回は環境というふうに、含めたいと思います。環境を選ぶっていうのは、例えばね、どういう場所で勉強するのか、場所の環境ですよね。それから先生という環境、そして教材という環境ですよね。この環境選びというのがもう実は 99.99、大事、になっています。なので、まあ、例えば私はですね、昔進学塾の、業界に、まあ、15年ぐらいいて、でその進学塾業界で、まあね、子どもたちの、保護者、から、まあ、いただいたお悩みの、まあ、もう圧倒的ダントツ一番っていうのは、先生、うちの子が家で勉強しませんというのが、まあ、圧倒的な悩みとして、ね、お母様方から、いただいたということがあります。理由は簡単で、環境が整備されてないんですよね。例えば、ね、家の中にテレビがあるとか、子どもの部屋にテレビがあるとか、ね、子どもの部屋にゲーム機が置いてあるとか、子どもの部屋に漫画本が置いてあると、そんな環境の中でね、勉強なんかできるはずがないんですよね。そんな環境で勉強できるぐらいだったら、塾なんか通わなくても、ね、一番最難関の、ね、学校に合格できるわけですよ。ね、人の、ね、気合とか根性とか意志力なんてもう本当にね、悲しいぐらい小さいものなので、そういう、こう気合とか根性とか精神論に頼るようなものっていうのはもう 100% 挫折するんですよね。挫折するべくして挫折するわけです。だからもしどうしてもね、家で勉強するというしてほしいということであれば、とりあえずね、例えばテレビを捨てるとかね、ね、ゲーム機を捨てるとか、漫画本を処分するとか、もうそもそもないっていう環境で、まずは準備する必要がありますよね。それが、まあ、例えば家族4人だから、ね、例えば子供にはテレビを見せたくないけど、ね、どうしても親がテレビ見たいっていうことで、まあ、家族のね、家の中でテレビを処分することができないっていうんだったら、まあ、せめて子供部屋のテレビは処分するとか、ゲーム機は処分するとかね、その親子喧嘩になる パターンっていうのは、環境を変えないで、ね、環境を変えないで子どもの精神論に期待して説教するっていう場合があるんですけど、これは本当にね、まあ喧嘩するべくして喧嘩するし、下手すると子どもに対してのいじめなんですよね。
例えばゲームをやってもいいけど、ゲームは1日1時間だけとかね、こういったのっていうのは環境を変えないで相手の精神論に期待してますよね。でこれは無理なんですよ。もう人間っていうのはそういう、環境で精神論ではできないってことははっきり分かってるんですよね。ゲームをやってもいいけど、お母さんとの約束で1日1時間だよっていうのは、これ環境を変えてないんですね。相手の精神論に期待してこう説教してるわけですよね。これじゃうまくいかないんです。これでは全然うまくいかないです。もしゲームやってほしくないんだったら、ゲームは絶対処分して、そもそも物理的にできない状態にするしかないんですね。いや、これはテレビを見るのも一緒だし、漫画本もそうなんですよね。テレビは1日1時間だけとか、漫画本を読んでいいのは1日1時間だけとかっていうのは、もう本当に親子喧嘩をするべくしてすることになりますから。なんでお母さんは1日1時間って言ったのに、ね、お母さんとの約束守れないのって。守れないんですよ。人間っていうのの意志力とか気合とか根性って本当に小さいものなので、基本的にはそれはうまくいかないんですね。まあ、はっきり言って相手に喧嘩を吹っかけてるのと一緒なんですよ。相手ができないことを要求してるわけですから。なので基本的にはまず環境を選ぶということがすごく大事です。塾っていうのも極論環境が一番関係あの価値があるんですよね。塾っていうのも一番環境に価値があって、ね、塾だと例えばテレビが置いてない、ね、ゲーム機も置いてない、漫画本もない、そして、ね、同じ高い目標に合格する子たちしか集まってなくて、そしてそれに対して、ね、そこに何人も今までの過去ね、10年20年で何人も、ね、実際その学校に合格させてきた先生がいるっていう、全部もう塾っていうのははっきり言って環境大なんですよね。お月謝っていうのはね、だからまずはとにかく環境です。環境準備して、ね、もう勉強せざるを得ない環境、ね、そういう場所であったり、もしくはそういう先生だったり、もしくはそういう一緒にね頑張る仲間とか、本当にこうね高いところを目指している仲間とか、あとはもうこれ一冊やりさえすれば、ね、もう本当にマスターできると、ね、そのたくさんの教科書テキスト問題集プリントじゃなくて、いやもう極論これ一冊、ね、完璧にマスターすることができれば、ね、もうこれに書いて例えばこの200ページ250ページに書いてることっていうのは全部覚えましたと、全て覚えましたっていうことであれば、極論試験中にそれを、ね、結局 見ながら問題解いていいって言ってるのと同じぐらい有利ってことですよね。でそしたらもう間違いなく習得することができるわけです、ね、たった1冊たった1冊、ね、1冊しかやらないんだけど、その1冊に関しては完璧ですと、ね、全部頭に入ってますっていうことであれば、例えばテストの問題っていうのはその、ね、テキストを見ながら問題解いてもいいよって言ってるのと同じなので、間違いなくもうね、習得できるんですよね。なのでまず環境選びです。どういう場所、どういう先生、ね、どういう仲間、どういう、教材を、使って、ね、勉強するか、っていうのがまずはもう一番最初にして一番、効果が高い、効率の良い、勉強法ということになります。まあ、そこが一番大事です、環境選びっていうのがね。でその環境を選んだ後はじゃあどうするかっていうことなんですけど、ね、繰り返すってことなんですね。でここでちょっとコツがあるんですけど、可能だったらですね、音声教材を選んだ方がいいです。音声教材、ね、あの本とか教科書とかテキストとか、ね、そういうこうね紙媒体とか文字媒体っていうのは、活字媒体っていうのは繰り返しっていうのがほぼ不可能なんですよね。例えば200ページの、ね、教科書を2回、3回、4回、5回っていう風に繰り返して読むっていうのは、もう人間の意志力に期待しすぎっていうところがあって、ほぼほぼ不可能なんですよね。ほぼほぼ不可能、なわけです、ね、なので基本的にはやっぱ繰り返すのが楽なものを教材として選ぶっていうことがすごく大事で、おすすめなのは間違いなく音声です。音声教材っていうのが一番繰り返しが楽なんですね。最初の1回だけ集中して聞く、もしくはまあ動画でもいいんですけど、動画でも1回目だけ動画を、集中して聞く、見る、ね、で2回目以降ははっきり言ってね、もう BGM でいいんですね。 BGM だから何かをしながら、例えば料理をしながらとか、車の運転をしながらとか、どこかに移動しながらとか、通勤しながらとかでもいいんですけれども、もう次はあとはね、耳にイヤホンを
ただ入れておいていくだけで、ね、もう勝手にリピート再生されるような感じで2回3回4回5回6回って言って繰り返しこう聞くという感じです。2回目以降っていうのは全然集中してなくていいんですね。繰り返しの回数が多ければ多いだけもう勝手にどんどん習得が図られていきます、ね。なので大事なのは1回目の集中力っていうのと同じくらい、あとは繰り返しの回数、もちろん2回より3回、3回より5回、5回より10回、10回より100回、繰り返した方が当然自分の、ね、知識っていうものが血肉化していくということがあるんですね。でここが、ね、すごくこうコツっていうか、やっぱり本っていうのは、ね、意外とその人の人生っていうのを変えないんですね。でこれすごく意外な感じがするかもしれないんですけれども、本っていうのは意外とその人の人生を変えないんです。なんでかって言ったら、ね、本っていうのはやっぱ繰り返すっていうのが難しいんですね。もう頑張っても2回っていう感じなんですよ。1冊の本を、ね、繰り返すっていうのは、ね、1回読み終わった200ページの本をもう1回200ページ読むっていうのは、ね、もうよほどその本からね、もう大きな衝撃があってね、っていうのがないと、ほとんどの人っていうのは一冊を一回しか読まないし、下手すると一冊全部読み切らないということが起きるんですね。そっからするとやっぱ動画とか音声っていうのは繰り返しがすごく楽なのでね、だから1回目だけは集中して聞こうとか、1回目だけは集中して見よう、視聴しようと、ね、でも2回目3回目とかっていうのはまあ完全にもう自動リピートみたいな感じで、もうまるで音楽を聴いてるかのようにBGM で、の感覚で聞いていいし、はっきり言ってね、2倍速とか、って言って倍速で聞いても全然 OK です。それよりもね、例えば集中して2回聞くよりもね、もうながらで100回聞いた方が絶対習得できる、ところがあります。繰り返しの回数が多ければ多いだけ習得化が、深くなっていくと、本当に自分の血肉としていざって言った時にその知識っていうのが自分の人生をね、救ってくれたり、ね、成功に導いていったりします。でもいざっていう本当に大事な決断をするときにすごく役に立つ知識っていうことで自分の体に、ね、深く入るということですよね。で最後はやっぱり人に教えるという場を作るということです。でこの動画を聞いてくださっている方っていうのは、まあ、いろんな立場の方がいらっしゃると思うんですよね。まあ、いわゆるこう先生として誰かに授業をしたり、ね、講演したりセミナーしたりというような人、方もいらっしゃれば、まあ、もちろん学校の先生という本職の方もいらっしゃると思いますし、ね、いやもう全然、ね、人に教えるっていう立場の、ね、お仕事をやってないと、ね、別に自分はコンサルタントでもコーチでも、ね、セミナー講師でも学校の先生でもないという方もまあ、ね、いらっしゃると思います。まあいろんな方がいらっしゃると思うんですが、ね、とにかく教える場を作るっていうことが大事です。で、私がそれを教える場って何だったかって言ったら、ブログとこの YouTube だったんですね。ブログと YouTube っていうのを教える場っていうふうにしてたんですね。なのでとにかく自分はこれが大事なんじゃないかなって何か学んだら、それを自分の言葉で、ね、自分の言葉でブログに書くと、そしてブログで書いたことを YouTube で実際自分の声で喋るということを、まあ、結果的には、まあ、今まで8年半ぐらい、ずっとやり続けてきたと、まあ、ちょっとブログに関してはね、昨年でちょっと更新を止めちゃったんですけれども、 YouTube に関してはもう完全に8年半ぐらいずっと何らかの形で、まあ自分の言葉で、お話をしている。それは誰かにね、一生懸命教えるっていう体で、お話ししてるんですね。でそうするとなんか人間の記憶っていうのは、人に教えたことっていうのはすごくこう重要な、ものであるということでね、短期記憶でとどまらないで長期記憶化しやすいってことが分かってるんですよね。普通は人に教えないものっていうのは8割忘れちゃうんですけれども、教えたものっていうのは逆に8割残るっていうふうに言われていて、ね、何もしなかったら8割忘れる。しかし何らかの形で人に教えるっていうことをすれば8割残るわけですよ。ね、そうすると、まあ、結局、ね、何年も前に、ね、やったことだったとしても今、ね、もう一回同じような話ができたり、セミナーとか講演ができたりするということですね。なので、まあ、今回はどうやって知識を習得するっていうテーマだったんですが、大きくは3つです。環境を選ぶ、繰り返す、そして人に教えるということですよね。環境っていうのは場所とか先生とか仲間
とか教材、これらを全部含めた上で環境ですね。まず環境をしっかり選ぶ。ここを 99.99% しっかりやっていただくということです。そして次繰り返すってことなんですが、おすすめは動画か音声教材ですね。動画に関しても1回は見るっていうのでいいんですけど、もう実際2回目以降っていうのは音声として利用するということですよね。で集中して2回聞くよりはね、ながらで100回聞いた方が絶対血肉化しやすいということはもうはっきり分かってます。そして最後はやっぱり教えると、学んだら教える、学んだら教える、学んだら教えるね。もちろんね、本職のねセミナーとか講演とかっていうので教えていただいたり、学校の先生としてね教壇で教えるっていうことはもちろんですけれどもね、全ての方が実際やろうと思ったらできることっていうのはブログとか YouTube っていうね媒体を通して、自分のね奥にいる、そのネットの先にいる方に向かって一生懸命教えるっていう形を取るということです。そうするとまあね、忘れないでずっとね覚えておくっていうことで、何年も前に一生懸命学んだことが今この時この瞬間のね意思決定決断っていうのにすごく役立つということが起きてきます。はい、ということで今回はどうやって知識を習得するということで、環境を選ぶ、繰り返す、そして人に教えるというお話を聞いていただきました。今回の動画がですね、何らかあなたのお役に立ったら嬉しいです。以上です。ありがとうございます。幸運を。